まこれま舐なめられてるねやってやるよ町人乱四郎神無し部屋ですこのこの配役最高至高の配役よろしくやだーとれだか、はい、警察とれだか警察が僕を逮捕しに来ましたなんでピーポーっつってはいカリオド これだか警察やめろ昨夜は誰も死にませんでした一番のプレイヤーは発言してください,ださいはい、えっと、1番のベッキーがんばりですよろしくお願いします、はい、私占い師を占い師をで七番さんにランダムシロ七番さんにランダムシロですえっ、ー、とねまあね一番ってで、ね、しかもね私も一番っていうことで占い師1番 1>、まあ、しかも占い師でしょうってことでねまあ、た私バチ苦しめとっていて でまあ、しっかり、ね、この村をちゃんと、ね、トップリードしていきたいなって思っていますので、うん、まあしっかり私についてきてくださいということと、うん、まあ対抗で出る人外占い師の方に言っておきたいんですけども、うん、私から新目 勝ち取れると思ったら大、うん、間違いだからねっていうことです、うん、はい。だからね,ね覚悟して出てきなさいてるんなら本当に覚悟した方がいいわよういう平和村にした方が熱、ね、いんじゃないのガチガチっていうふうに思いますよっていうことだよね、まあ、役職の方に関しては狩人、ね、は平和,平和村の番面以外は潜伏しといてちょうだいね。あなたのその狩人の能力に任せます二番 のプレイヤーは発言してくださいはー、あ、い、はあ、よろしくお願いします霊能者です霊能者ですパーお願いしますそうね、まあ一番は <laughs> どうなんだろうねっていう感じですね、うん、まあ太鼓が出てくるんだったら出てきてから考えればいいかなぐらいに思ってますまあベッキーだし、だえっと二一番面とかになったらーか針は出てきた方がいいかなっていうふうに思っております出、ね、ません はい、出ません,んなんか先に言っておくとのんなんか例のその位だったら初日、初週潜伏でもいいんじゃないか理論の人がいると思ってるんだけど、お願,出てお願いするじゃ判、まあ、例のの面を確定させた方がよくないっていうふうに思っているし。うん 例えば、占い師、西を前提の話をしてしまうと、まあ、1番が死んだった場合は7白結果が出ていて、偽の占い師が私に白を打ったところで、うん、あの囲いが発生してないということはわかるので、それはそれでいいと思っているし、まあ、1が偽だったらもう7白っていう結果が落ちているので、うん、自分に白を取って、え打ってグレーの幅を広く取るとかそういうことはないので、別に出ていいかなと思って出ました。2週目頑張ります。以上ですはい。死んだろうね。3>, 3番のプレイヤーは発言してください。さいはい、どうも。 まあ2番がこの位置で出たわけだからね。まあ俺から言っておくと、初週に霊能の対抗が出なかった場合は、もう2で新格っていうことで、2>, うん、<laughs> 2週目以降とか翌日に潜伏でしたっていうのはもういいわ。オッケーね。はい。んで、うん、そうだね。1に関してはまあ、なんつうの、陣外私から、 シーン取れると思ってんのってまああおりはまあいいけど <laughs> あーまあ精査次第だねあのー、一番棒固まってから精査次第だと思ってるしんんだ一番まあ一が棒一とかよく棒かんないこと言わない限りはまあ、うん、とりあえず大丈夫じゃないかなとは思ってて今のところ別に偽要素は感じてないかなはいということでじゃあ2周目 <laughs> 2> 4番 のプレイヤーは、うん、発言してください、さいはい、村人陣営特にしようとはなしですということで、えー、1番さんが番さんにしろ、2番が霊能者ということで、うん、アークしました。しかしうん、そうですね、僕は、えー、どっちも新面ないと思ってます。うん、理由は、うん、俺は潜伏してた、潜伏してた方が強いと思うから。うん、で、えーと、2番も、えー、と潜伏してて、例えば1番出て、 りますよね潜伏だでねして、例えば俺以降、また5、6、7、8、9からもうまた3、4とかなったら潜伏してて、うん、でそれで、えー、と対抗出ずに、そのまま進めていった方が俺は強いと思うから、うん、3、4になって、例の潜伏で、例の噛まれないワンちゃんの方がいいと思うから、うんうん、で、黒が釣れたらそれでおいしいと思うから、わざわざ2番とかで、1番って出で、俺は最初だったら、占い師も出ないかな、潜伏しとった。 かなだから1番と2番線締めないと思ってる、うん、以上2周目頑張ります5番のプレイヤーは発言してくださいはい特に塩ありません4番さんトリッキープレイヤーかなと思いました4番さん強陣あるんじゃないえっと、まあ、1番さんのパッションはまあいいと思うんだけど1番さんは多分人外でも同じことを言うと思うから分かりません1番さんの真偽は2番さんは結構しんぽかったけどねあのー、これはフィーリングね2番さんはフィーリングしんぽかったです僕は 4番さんは1番も2番も潜伏すべきだっていう、あの、潜伏大好きお兄さんだったけど、この派手な動きを取ることによって、まぁ、あ、ちょっと4番さんは潜伏教陣を選んでそうかなって。人読みで4番さん潜伏教陣好きそうって感じかな。3番さんはまぁ落ちないけど1の働き知らんということで、まぁ、あ、2周目かな。僕も3番さんと同意見で2番さんが、えっと、れのいて対抗が出ないようなシーンは、シーンでもあ、シーン切ります。2番さんシーン進行しちゃいます僕はね。 はい、出てくださいねちゃんと僕は出てほしい派でーす6番のプレイヤーは発言してくれさ,いくださいはい6番ですお願いします例の者です例の者はお,お願いしますと 2>, まあ2番3対抗出てるんでどうなんだろうレギュレーション的な強じめのが高いとは思っています狼であんまり2番目で例のですって出ると思わないしでまあ1番に関しては何もセンスできてないのでグレイセーサとかね2種目聞きたいなと思ってるんだけどただ345の話を聞いて4番が「 1>, 1番に対して親めない理由、まあ、そのさ3勝になる可能性があるから2周目に出た方が良かったんじゃないって、まあ、4番は言っていたけど、それって結局、まあ、信仰論じゃないけど、その人の信仰の違いだけ4は1に対して親めないって言うんだなって思ったうん、ちょっとなんていうんだろう、無理やり殴りたいのかなって単純に思っちゃったから、1が二だった場合って1、4で普通にライン切ってる可能性あるなと思いましたかね、うん。3番に関してはまだ分からないと、で切5番として、まあ、ま4は潜伏教授を選んでるって感じで精査していたから、まあ、2周目。 この番名を見てどう思ってのかってまた聞きたいなと思っています。7番のプレイヤーは発言してください。さいはい、7番です。うん、片白もらっちゃったからね、グレーが良かったかなって思ってるかな。うん、片白はつまんないっすしね。うん、まあ4番はちょっと変だよね。4番は変だよね。まあ、みんな思ってること一緒だと思います。はい。<laughs> ぐらいかな ?2 番と6番は。 2>, 2週目に精査しようかなと思ってるかな、暇だし。うん。占い師は出てきてほしいと思ってる。占い師は出てきてね、8番、9番で人外がいる場合って、太鼓占いで出てほしいと思ってます、私は、うん。はい、以上。8番のプレイヤーは発言してください。えっと、2、6に関しては、自分に何度も言ってさんありがとうございます。いうふうに思ってます。 でも、4番さんが狂人っぽいっていう5番さんの意見、自分も思ってたので、霊能は釣り切りたいなっていうふうに、狼が出てる可能性もあるので、2人、霊能が出てきた、4番さん、狼はなさそうだなっていうふうに思いました。1番さんに殴るか、まあ1、4だったらあるかもしれないけど、自分は4番さん、狼っぽくないな。 まあ人どちらかというと狂人っぽいなっていうふうに思っててそこを人っぽいって言った五番さんが一番白く見えましたただ1周目まあいいやこれはいいや26だと自分2番さんから釣りたいですねこれは自分の勝手な意見なんですけど<い>9番のプレイヤーは発言してください はい1番に関してはまあ打ちけはわからないけど強人も全然あるかなと思っている、えー、その根拠としては3番が1番に対して失言とか言わない限りは大丈夫じゃないかなっていう言い方をした村目線で真偽のわからない占い師に対して大丈夫かな大丈夫じゃないかなっていう発言をする意図が全然わからなかったかな なので、37狼とか、あるいは13狼っていうのは全然あるかなと思います。LINE として。7番さん自身も、うん、89に対して占い師は出てきてほしい。人外であっても、みたいな。あたかもそこにいるかのように言っているから、7番の狼っていうのも全然燃えるかなと思っています。4番に関しては、信仰の違いでしかないから、現状、色落ちする発言ではないと思ってます。強人かどうかもわからない。1番のプレイヤーは、 発言してください。はい、えっと、一番のベッキーがんばるレッスンということでね、まあね、一応ね、ちょっといっぱい話すことあるんだけども、まず9番さんのその出現、えっと、どういうことですか人があふれかっちゃいますけど、はい、9番さん、ちょっと出現じゃないですかねって思いましたけど、37人ぐらいって言いましたよね、今、9番さん。あれ、9番さんって占いじゃないよね。はい、ということでね、私がシンですからね。おい、おしいやろ。9番さんに今んとこ、シーン目かけてるんじたないかなって思いましね。 はい、ということでね、まあいろいろ叩いていきたいんだけど、あのね、26のね、連動の姿勢数に関しては、えっと8番さんの精査と一緒で、私は2が2世、6が真だと思っています。真のあざわない方,っ方えっと、仮戯出てきた方がいいって、なんであなたが言うのって思うんだけれども、あの2番さん、あの不要な仮戯出そうとしないでく<ー>もらえますか直前の私、占い師が仮戯潜伏してくださいって言ってるんですから、2>, うん、2番さん嫌だなって思いましたよ、印象悪いな、なんでかっていうと、占い師って大体た2章になるんですよね。私は平和村になってほしかったけど、まあそんなことなかなかない でしょう太鼓は絶対占い師で出ると思っている。うん ね、ってなると、じゃあ、皆さん目線って1級ね、まだ初日から新目審議ってそんなにつかないはずなんですよ。だからこそ別に狩人出して盤面詰めたところで、うん、で明日黒見つけようと、どっちのニ占い師が、その黒出した占い師が新か偽かも分からずに黒、黒打ったところ、皆さん、釣れますかって話なんですよ。うん、だから今日は絶対盤面狩人出して詰める必要性なんて100ないから、2>, うん、2番さんは余計なこと言わないでほしいなって思いましたよ。だから2番さんって、ねうん、私目線は狼 レギュレーション的にやっぱり26が、やっぱ信教かなって思っているので、だから2番さんって、カーリーと出させたい強靭なのかなって思いましたよってところでね、まあねあ、私はね、今思ったんだけれども、8番さんがまともなこと言ってるから、98の格好いはないかなって、単直かもしれないけど、思った8番さん、白いなって思ったし、4番さんのあ、私あたたきっていうのは不当じゃない、じゃあ、あなた、ちょっと2周目で、占いが一ポジで潜伏する。 のプレイヤーはは発言してくださいあはまあ9番は37って言ったのはやべえなって思いました。ただ1番って多分そこ殴るよりももうちょっとグレーな精さした方がいいと思っているのと、俺は21だったら出た方がいいんじゃないって言ってるので、22だったら別に出る必要がないのと思っているから、自分が強人だったらうんぬんかんぬんのローマに成り立たないから、1番何言ってんだろうっていうふうに思いました。うん、はい。で、えっと。 1>, 1番の方が、が、まあ、9番が定なっていってしまっているので、1番の方が真かなって思ってるけど、俺は8番は白くないと思ったんだけどな。8番目線で4番が強靭で見えるんだったら、26の打ち分けが真狼の可能性がある。26の打ち分けが真狼なんだったら、2番よりも6番の方が人狼として出ている。1としては成立しうると思ってるから、8番が4番強靭だと思っているんだったら、26に関して、釣り位置が2になる理由がいまいちよくわからない。6の方が成立しうると思ってる本当に4番を強靭で思うんだったらね。 4番に関しては考え方の違いかなって思っているから、まあうん、1周目の発言は、まあ、あまり無だと思っておこうかなって思っています。えっと、5番が言ってることがまっ,、えっとうで、9番が言ったけど、3番がえっと1番大丈夫かなって言ってたのは若干気になったかなって思っているかな。そんな感じですね。まあ、レギュレーション上的に6番は強人かなっていうふうに現状は思っています。 9, に関しては9番の出現から、まあ、37って言ってたことから1番の方が真なのかなっていうふうに思っているけれども1番が8白いって言ってる理由はよくわからなかったというふうに思っているでグレーの中で345に関して4に関しては完全に2周目だと思っている3に関しては1の触れ方が若干違和感5番がまっとうなことを言っているなという印象ですはい今日6番に行ってほしいと思っていますこの番目になったらもうカリード絶対出てこなくていいです以上3番のプレイヤーは発言してください うんそうだね、まあ、26はちょっと正直分かんないなぶっちゃけ強靭が出てるとは思ってるけど結局、まあ、まあ2も強靭だったら19どっちが進化分かんないんだろうし、まあ、村目線の考察をするんだったら9の出現はでかかったよねっていうのは普通のこと言ってるからねとりあえず釣り切りでいいんじゃないかな6の発言聞いてどっちから行くかは決めるけど 9の、その、と3番が何も見えず1の真偽がついてない村なのであれば、1に対して出現さえしなければ大丈夫じゃないっていう言い方するかなっていう要素の拾い方は細かいところ拾えてるなっていうので悪くないと思うんだけど、だから俺は、俺は出現しないでほしいっていうのは、9が真だった時に、それやっちゃうと人外に釣られ、釣,られ釣り押されやすいし、揚げ足取られやすいし、村からしても偽に見えちゃうから、うん ただ出現とかしなければ大丈夫じゃないっていう感じで言ってんだけど、わかんないよ。9は何、何 ?26 でカリスラとかあるかもしれなかったから別に出現だと思ってないとか言い訳するのかわかんないけど、<laughs> 完全に視点は破綻してたからね、うん、あの盤面だったら。なんだ、9が真だったら痛いわ。そして8も、うん、98かなって思ってんだけどね、8の26の精査の中で6の方が真に見えて2が偽に見える理由ってなんか、うん あなんかピンとくること言ってたっけなんか記憶にないんでななんでそういう精査になったんだろうって俺は思ったしまあ、4が強人に見える4が強人に見えるってまあ5とかの便乗してるだけでなんか精査してるフリしてるやつかなみたいな感じで俺は思えちゃったけどねそうなるとじゃあ4のムーブって何って思うけどそれはまだわかんないん7もあんまり印象ないかな <laughs>、はい、4番 のプレイヤーは発言してください,ださい正直な気持ちっていいですか俺、8が黒く見えて、1も黒く見えちゃったんですけど <laughs>、理由は、1番はなんか太鼓が出ること自体で話してるし、太鼓が必ず黒みたいな感じで話してるし、8番は26釣り切るみたいな感じで,で、占い師が絶対なんか次に出てくるみたいな感じで、潜伏で出てくるみたいな感じの前提で話してるから、なんで1がそのまま1隠質 進行も見ないのかなって思ったから、8が6見えちゃったかなっていうのが俺の印象ね。うん。で、うん、どちらか出いたら俺は2番のうーん、出てき方的に2番が強人かなって俺は思ったけどな。2番強人、6親とかかな。で、普通にまあ、レギュレーション的に9、<laughs> <番>1どちらかが親みたいな。逆に無駄なのこれだから俺は9番の方が親だと思うけども。<laughs> で、わざわざそれ8に書こうかなっていうのが俺の心境。今日は俺は2番に入れようと思ってます。 5番のプレイヤーは発言してください今日は僕は6番さんに入れます6番さんに入れるえー、っと6番さんに入れる理由はあのね4番さん狂人に見えちゃうんだけど <laughs> 4番さん教授進路進路アンジじゃないのって思っちゃうんだが6番さんがまあ、4番さん、ね、狂人に見えているっつって、えー、6番さん教授で出てくることはしなそうだし6番さん狼やったらワンチャンあるかなと思ったかなでえー、っとね 普通に霊能者で出てで僕は2番さん新ポぽいと置いてるからね。4強陣塗れるんだったら6番さん強陣だったら潜伏相談もんだけど、まあ一応ロラは完遂するわ。6から僕は行きたいっす。2番さんが8番さんに対しての殴りはすごい良かったと思うよ。8番さん4番さん強陣見るんだったら2、6ロラなら6から詰めるべきだと思うから。6番さんロ狼を見てね。だからそこの指摘はすごく2番さん良かったから、まあ分かんない。でも、それはスキルだから。だから6番、えっと、6番さん詰めて、まあほぼほぼ2番は詰めます。 で4番さんがに見えてしまう8番さんが狼っぽかったんでしょおかしかったんでしょ ?8 番さんが4番視点で。あとまるで占い師がもう一人出てくるかのような予見があったっていう話をするんだったらあの8番さんに白打ってる9番さん偽じゃん。なのに9番さん真に見えてるでしょで8一郎ってないからだから4番さんが狂人に見えちゃうけどさ僕はこう異端な異端な村って可能性もなんか大いにあるからまあそれちょっと分からん。 1>, えと1番さんは8番さんはえっと9番さんで囲ってなさそうって話をしてたけど僕は1番さんのあの「はい9番さん376ありえませんからね失言ですかプププ」っていうあれは真でしかできないあざ笑い方だと思っただから僕は1番さんが考察は正直マジで微妙だけど真っぽいなと思っているで8番さんの色を知ってほしいかな僕は1番さんには8番さんの色見たいな僕はって思ってる な,なんで白を置きしたのかわかんない。考察はよくわかんないけど、なんか新っぽかったです。6から行きます。ロラは完成する予定です。6番のプレイヤーは発言してください。さいうん、まず占い師の精査から言うと、正直俺は9番の方が若干シーンかなと思っている。その9番がサンの狼あるねっていう変なことを言っていたけど、なんか正直盤面整理が追いついてるだけかなって単純に思っちゃったかな。 うん、そこまで何て言うんだろう、明らかその発言をしたからニスだっていう要素にならないかなと思った。ただ俺、1番3の2周目の精査で、えー、対抗狼で見てるにかかわらず、まあ、見ていて、なんか2、6の精査がすごい長いのと、あと9番の揚げ足取りで3 40秒使ったのがどうかなと思ったよ。 だったら1番3っていうのはないしなんだからもっとグレー精査とかちゃんとライン精査をするべきだと思った。それを最後の10秒ぐらいでなんかパパってやってたけどそれだけじゃわかんないよ単純に思いました。うん、だから9番の方がそのあたりちゃんと精査していてオオカミを探してる感じがしたかな。はい。うん、で、まあ、どうなんだろうね。<laughs> にレビて言うと、その4番さんは8、1ないよって5番さん4番さんに対して言ったけど、4番さんは占い師だと1の方が2種だと思うけど、ただ片足の方だけ言うと8の方がなんか黒いみたいな発言だから、別に1、8がそんなこと言ってないよ。8も1も黒いって言っ,てなかったからそんなこと言ってないだろ。4番ももうん、そこだけ訂正しとくわ。1>, 1も8も黒いですって言ったじゃん。そっか、じゃあ5番さんどう見てう 2>, 2だと進路で見ていて、俺の方が狼に出てる可能性が高いから、6から詰めたいってことだね。じゃあ2がもし、 もし俺がつラいってよ。で、2が6黒でしたって言った場合って、5番さんどうする進行ができるって単純に思っちゃって。1黒連れてんだから。できるって言ってたけどさ。つるつる、うん。もし振動で見ているんであれば、あの、黒を耐えたら別に釣り気なくてよかったんじゃねって思ったけどね。ちょっとそう5番さん違和感あったかな釣る釣る。釣るよ。うん、それがロラ,ラロラなんだからさ。3番に関しては別に。 正直に一味かるとこなくて、7番、8番に関しては7番さんなんかすごいあっさりしてるなと思った発言が、そこまでなんて言うんだろう、戦う、もし7番が狼だったらもっとなんていうの、グレーを殴るとか、ちょっと怪しいとこつけて戦う準備しないといけないのに、そこがなかったから7番さん,なんか一番白いかなと思いました。7番のプレイヤーは発言してください。さいありがとう、6番。でも私は6番からするよ。うん。かな。9は厳しいかなと思ってますね。明らかに2路をって 言ってたよねって、9番の視点ってなんか3が1の殴り方おかしいからあ3が1の触れ方おかしいから1が2セット分かってから1が白だした私が狼で37でしょっていうふうに言ってるんだけどもう思考が明らかに二郎追ってるからちょっと9番さんは聞くけどね話よね9番さん何だって俺が出て出てほしいって言って9番出てきてくれたから あの結構9番偽かなって思ってるけど、偽の9番の話も聞くよ。俺はね。ああまあ、4番をどう取るかでしょうか。4番をどう取るか。うーん。俺も9番がシンって4番が最後に言ったのがめっちゃ引っかかってるから、いや4番さっきまで8番めちゃ殴っとったよみたいな思ったけど、うん。どうなんでしょうね、4番さんは。 もう普通に強人とかありそうだと思ってますね。はい、なんで六番から集めます。九番の話ちゃんと聞くよ。<ー>教えてね、九番。これ一狼なら,らな、ね。一七で追うんだったら、一七でどんどん追ってきてください。黒を出してください。九番さん。以上。八番。のプレイヤーは発言してください。いや、二六をもし進路を追っておくんだったら、狼やるの二番さんだと思うんですけど。 だって、6番さんがオオカミだとすると、あの発言順で2番さんが強靭かもしれないし、で4番があんだけ2を叩いてるわけだから、4が真の可能性もあるし、あそこで6がオオカミだったら絶対出ないと思う。だから6のオオカミは絶対ないと思うから、真、ロワルとするんだったら2番がオオカミだから、自分は2番さんから釣りたい。しかも1周目で、これは自分の勝手な,勝手な考えで、1周目で出る必要はない、余裕がないなって。 って思ったから自分は2番3番から釣りたいって言っただけ。うん。3番が一番黒いかな。3番が一番黒いっていうか、4号が白いって思うから、消去,消去法で3が黒いかなって思う。うん、3まず9にあんだけ叩いてて、最後7の精査をしようとしていったことから。 はか7番に関してはうん、わかんないみたいなこと言ってたけど、9番だけ叩いてるんだったら、1が死になって7が白だから、7に触れようとしなくていいんじゃないそんなることは、4七村っぽい。いうううん、グレー1にあるな四4五が白いって思うから、まあ、消去法で3か7。 7がオオカミだとすると17オオカミだから9のら占い位置は7だと思うもし98オオカミ追ってるんだったらわざわざ9が例の2人出てる中で98オオカミで囲う必要がないからもし9番98オオカミで自分が9番さんの立場で例の2人出てる時点だったら絶対違うとこにしろ打ってる、ねうん、ただ9番さんを偽で見てる1のパー9番のプレイヤーは発言してください はい、怪しんでいるのは五時点で七っていう。かまれないぞこれ九番が。三番さんに関しては、自分の自分の中で晴れたかなと思っていて、えっ、ー、とまあ自分のその失言とかなければ大丈夫じゃないかなっていう発言に対する指摘に対して、うん、えー、まあその失言がなければしっかり審査対象として考えることができるっていうのがあのまあちゃんと考えていたんだなっていうところが伝わったので、さ、うん、に関しては現状 うんと、疑い一からは外れています。で、えっ、ー、と、4に関してはマジでわからない <laughs>。ので、まあどうしようかなという感じではあるか。えっ、ー、と、1はオオカミかなと思っています。1、狂人の時に8に対して白いというふうに言う必要がないと思っている。うん、で、えっ、ー、と、5番さんで引っかかったのは、うんと、8の色を知りたいっていうふうに言ったことかな。 5番さん目線で4番強靭だと思っているんであれば8の、まあ、色を知って8黒だったら9八って、まあ、5番さんが狼カミだったら行、えー、ってっていう形を作れるだろうし、はい、もし8から8白が出た場合っていうのは4番を強人にしてやっぱり新郎新郎ちゃんとかっていう形にもできるからそういった意味で5番さんの穴の発言っていうのはかなり狼オカミとしてストーリーを作りたい。 発言だったように自分には見えているかな。ってこと7番の9番への何だろう研究の仕方わかたは何かな <laughs> められてるんだったらあれだけど直感的にはあんまりおカみっぽくないなと思ってしまったな。ただ7番自身の精査っていうのはあんまり落ちなかったと思っているからその意味で7を怪しむ視点っていうのは外れてはいないです。はい 投票を始めてくださいどういうことですか <laughs> ありえんオラじゃないべよくわからんけど一進っぽいし一番おるわこれ9噛まれたら絶望なんだかなあ9噛まれたら絶望なんだか番のプレイヤーが選れました嘘だろ 2, 2死ぬのいっと 2番のプレイヤーは発言してください。1? 1? まあ、発言順があんま強くないよねってか。ってました。8番は普通に黒いなって思っちゃったんだけど。<laughs> はいあと、分かんない。8番が村かもしれないから、一応なんか、まああと進行論の違いだからあれなんだけど、多分例のって、2周メデル、1周メデルで、そこで審議あんまつけない方がいいと思う ってますはい例えば俺が人狼だったら、うん、じゃあなおさら、えっと、例の 3CO にしたくないんだったら2周 <laughs> 目で出ればいいじゃん理論が成り立ってしまうから多分あのあんまり意味ないと思ってます初週出た方がいいとか2周目出た方がいいって、うん、だからなんかそれで精査するのってまあ4番もそうなんだけど4と8はやめた方が今後いいと思ってますっていう感想と8視点でなんか 何なんだろうなずっと9番新宿みたいな感じの話をしていたのに最後でも9番が2世っぽいっていうのがなんか無理やりで最後ライン切ったのか、うん、あと98で8で囲いが発生してたら、えー、と9番が狼だった場合わざわざ8を22番面で囲わないよみたいな感じとか、うん、必死さがなんか8番普通に黒なんじゃねえかなって思っちゃったんだけどねはいあと何だっけめっちゃ思ったことがあってあ6視点で いや、俺は9の方が偽かなって思ってるけど、9、8かなって現状思ってるけど、6視点で、まあ6の偽要素だけど、上げとくと、1番と9番で、1番がめちゃくちゃ長い間、9番の叩きと2、6の生査買ってたから、狼探す気ないって言ってけど、9番本気で狼探す気あったら、3、7、2、6っていう1ページなんてしないと思うんですけどって思ったんだけど、だから6番が強人で9番2000に見えて、露骨にかばってる動きに見えたんだけど、ただ、9番が6番投票しているので、9、6の新郎新郎とかないだろうなって現状思ってます。明日6番ちょっと映ってください。以上です。 エス。夜が来ました。目を閉じてください。六殺します。カリウドは目を閉じてください。カリウドは守る相手を選んでください。昨夜死んだのは七。七番。七すか八番のプレイヤーは発言してください。<ぁ>ふざけんなよマジで。いやゴウ占いか。なんでゴウ占いなの？えなんで？三番。 5は一番白い,い。弱<っ> <laughs> え <laughs> ええー、<や>なんで占いすったわ <laughs> かんないわ、1番。あなたも。番さん何もう6偽じゃん。六番釣りで。あいやー、3占ってほしかったな。でも結果忘れとるやん、6。2の6落ちたんでしょおかしいやろ。3だと思うな。弱すぎて、草。 弱すぎれるんだったらら弱すぎるマジでー弱すぎー9番って5番より絶対7番の方が占うべきだと思うけどないや1でしょ僕より8でしょが9番の1だったら7番って9番1日目の一周目言ってたけど明らかに8九が人外でも占いしまあ出てきてほしいですみたいななんか 出ることを知ってるかのように、まあ4番さんも自分に指摘してたけど、あ確かに4番さん言う通りだなって素直に思ったんだけど、完全に出る前提で、9番さんで出る前提で話してたんだけど、いや、9番さんがもし死んだったら絶対7占いだと思うんだよ。まあ今日は6つって、明日の占い結果見ればいいと思う。 一応しんに見た理由としては。まあ九番さんの出現。九の後ろはどうでもいいけど、一番の後ろ。ですね。ところ。プラスあそこで。グレー精査をしてほしいっていう人もいるかもしれないけど、自分は対抗殴りはしんぽいなっていう風に思ったので。九番。のプレイヤーは発言してください。はい、後ろでした。申し訳ねえ。出るわもう。ええー。 うーんと、いや、こうなると、進路進路も全然あるかなっていうふうには自分も考えてます、今。5番さん、狩りどうしよう。うわ、マジか。やっちまったなぁ。8番さんのサンクロイも全然わかんなかったから、8番強陣、一六狼とかも全然あるかな僕の狩りうん怖かったろったのてか、占い師さ。まあ4番さんに関しては、 正直発言の、まあ、皆から指摘されてる通りだけれども、発言がよくわからない、それを意図的にやってるのであれば、あえて色を濁している、狼っていうのはあるかなっていうとこだけど、正直、4の、それが来る要素というか、その、色を見せないっていう。隠しろ狩りだぞ。隠しろ狩り先般なんだから、普通に。うーん、3に関しては疑って。 っていなので、疑ってないのえっと、明日4を占って、まあ多分この現状で9が噛まれることはないかなと思ってあ、でもっか、ちょっと待って、5番さん狩りなのか。3番さん狩りうどっぽいなと思って、あれから外していたんだが、5が狩りなのか。うーん、その3番さんの19に関して、こう、 なんだろう、客観視するというかキューって進路進路全くないんだね視点っていうのは結構村側かなまあ狩りる止めかなとは思っていたんですけどそうかただちょっと3の精査はし直さなきゃいけないけれども4の雲隠れ狼はあるかなって感じです1番のプレイヤーは発言してください,ださいはいああ5番さん仮留とかごめんなさいね <coughs> ごめんなさいね、ただね、昨日に関して言うと、っえっと、8番さんって私見せて、そんな黒くないんだけど、なんかみんな黒い黒い黒い,黒い,黒いって言って、ね、9、8の囲いあるとか言ってんだけど、私、それが分からなくて、8番さんがそこまで、大して黒酢が拾えてなかったから、昨日の1周目にあ、2週目だっけ、1週目において、8は黒ら占いしないかもみたいな発言を私したと思うんだけれども、えっとね、そういう発言をすると、例えばグレー1に狼がいる場合って、ひょいひょいって黒ら占いした方が強いよみたいな感じで、あと囲いあるよみたいなことを言うと思ったんだよね。 そしたら五番さんって、いや、一番最しいなら鉢占った方がいいっすよみたいなこと言ってて、なんか占い先を自分から八にぐいぐい押してたから、これ、ゴロあるんじゃないかなって、しかも五番さんって振動振動打ってて、これ、振動振動打って、もしかしてグ,バグレーである五番さんが狼なんじゃないかなって思っちゃったの。 思っちゃったのごめんねいや。ちょっと欲張っちゃった、私。欲張っちゃった。私ね、八色なったきよかったねって思ったよ。普通に5で白出るぐらいな。ただ5で白出ていいことは、私は26で新教で思っているから、二六で新教で思ってるからあんまり考える必要性はないと思うんだけど、5の教名は全部捨てる。5の教名は捨てる。だから5は角村です。ね。まあ、竜戸 c o してるけれども、角村ね。 はい。だから5番さん、カリードもうね、頑張っちゃってくださいってところですよ。はい。で、ね、9番さんの相方位置としてはそうだな。私ね、4番さんも迷ってて、昨日占うか。4番さんって1万8もくれて、1八ないからね、と思って。4番さん、しかもね、終始声が震えてるの、4番さんって。だからあなた、狼なんじゃないのって思って。 <laughs> 4番さんかな、これ、5四郎で言って、私、8番さん黒いって思えないんだけどね。いや、わかんねえわ !10 がオカミだと思ってたからね。番4番ん3番さんは4番3が。あー、ちょっと待ってね。3番さんに関しては、そこまで特大印象がないんだよな。4番さんが変すぎてな。ちょっと待って、あのね。3>, 3番のプレイヤーは発言してください。さい <laughs> そうだねー。<laughs> 難しいね、ちょっとね。 でも、本当に新郎新郎あるかなっていうのはね、うん、<laughs> 思ってきた。っていうのは、8の俺を疑う目線っていうのは、不当なんだ。<laughs> まずそもそもはね。8が俺の黒要素を上げてるのは、まずその前提としては、まず4、5が白く見えてて、1が死に見えたから、7の黒もない。うん、だから長距離法で3。 要素を上げるとしたら、3番っていうのは9番をあれだけ叩いておいて、つまり1を死んで見てるのに、その城先の7を精査をしようとしたところが黒いっていうことらしいんだけど、まあ、俺からしたら、9は出現したわけだから、<laughs> それじゃきついよって言ってるだけで、結局分かんねえよっていう発言を俺落としてるからさ、精査はしようとしてたしね。で、その上で7っていうのは、初週に、片白か、みたいなことしか言ってないから、印象ないって俺は言っただけで。 <laughs> まあ内,内容としては不当なんだが、8が狼だったときに、例えば8、九で、じゃあ次の占いどうするってやったときに、3に黒結果を落とす、指示を落とす可能性もあるし、かつ、3にヘイと向けるよりかは4にヘイと向けといたほうが楽なんじゃないかなっていうのはあるんだよね。だから、ここ、ムラムラでやってる可能性、ちょっとあるなって、8に対しては思った。 で、4に関しても、初週にさ、いや、これ、新郎振動あるな。1> 1あの、不当な芯下げ。要は、1も2も潜伏する位置だから、どっちも芯ないですねって言ってんのって、狼でやるのかなって気はするんだよ。ぶっちゃけ。だから、8も4も、ワンチャン狼ないかもなって、でも、ありあるとしたら4かな。でも、8はちょっとね、4にヘイト向けると思うからね。ただ神神、振動、 4番のプレイヤーは発言してください正直どっちも占めないですよなんでクロス占いしなかったのかが謎でクロス占いしなかったとしても占い位ゃ俺でしょ、うん、俺が一番おかしな発言してるから <laughs> 5番様なんか狂人のこと俺のことを狂人として見てるとか変なこと言ってるしいやいや,いや狂人ど,どっからどう見ても4人出てるから狂人ないから俺の <laughs> だから確実に <laughs> なんか、9番も1番もなんか、俺のこと怪しいんで,で、俺占い言えばいいけど、なんで5番を占ってんの,ので、9番が、もう、9番がな、なんていうかな、最初、えっと、3と7を怪しんでるって言ってたけど、<う>なんで5を占ってんのやったら、なんでクロス内いしたら、占いだったら3でしょう ?9 番さんおかしいんですけど。で、今、なんか、えっ、ー、と、例の、釣り器みたいな感じに流れに、ま、なってますけど、俺、ワンチャン8、 黒あると思ってて、なんかそういう中でそのまま行こうとしてたから、だから、8つって8の色も見たいと思ってるんだけど、どう思いますかカリゾさん。<や>カリゾさんが。<laughs> お前、強人じゃんカリゾさんの進行に任せてみたら。<laughs> なんで8つりなんだよ。ま、これでワンチャンダメこれ。な<あ>で、えー、91は俺が2いだと思ったけどな、2日目っていうかあれを。うん、っていう 村人の宣言でした、はいえー、カリウドさんが、えー、っと、まあ、霊能から行って、霊能積みたいですって言ったら、普通に6番、ね、ごめんけど、6番な、何を発言してもいもう絶対人じゃないのうーん正直、俺は8級もあると思ってるし、一三も,、ね、もあると思ってるから、本当に分かんないもん。うん、だから、俺はカリウドさんに任せます。うん、乗っ取りはないと思うけどな、さすがに7乗っ取り、うん、もういいから乗っ取りとか、うん、それ、ちょっとむずいもんね。うん ねで借ええー、と五番さんに任せます。五、うん、番のプレイヤーは発言してください。あの四、ー、番さんがもう強人すぎませんかって思いますけどね。もう乗っ取りとかどうでもいいんで別に乗ってもいいですよ。えっ、ー、と四番さんはさなんで八釣りをしたんですか。四番視点で六が二白二番さんの白 番白だから6番さんがご主人だと感じて8番さん釣ろうしてる4番さん強人じゃないんですか違う違うのだったらやめた方がいいよ6番さん一回釣ろうよえてかあ4番さん二投票派なのかやばえじゃあ6番さんにがっつり白を感じてるってことかなえっと僕狩り怖くなかった9番さん3狩り感じたのは分かった9番さんが3番さんの狩りを感じてるっていうのは理解はできますね でえっと1番さんはえっとぼ僕が8に8に疑いを向けてって進路進路だとか言ってるからオオカミの可能性があると思ったっていうなら四、えっと、番さで4番さんは8番と、えっと、1番がオオカミだって言ってその発言おかしいと思ってたんでしょじゃ四4占えばいいじゃんって思ったけどねそれで僕あとなんかあとなんだっけ9番が9番の昨日の2周目だ えっとあのねグレーに黒いないんじゃないマジで。3番さーん僕8番さん狼に見えなくなっちゃってで、4番さんがめちゃくちゃ強人に見えてるから今日6つってあ、あの47でいいんじゃないで4角白になったらあのー、多分グレーに黒いないよ。うーん 3番さんの視点もまあわかるしなてか1視点でさ4番さんオオカミ見るんでしょ9番さんって4番さん雲隠れオオカミ見てるんだよ9四否定されないじゃん囲おうとしてるってこと今日6ね絶対6ねはい6番のプレイヤーは発言してくださうですまあ飲むんだけど1個だけしと食と5番さんに4番さんが強人でしかないとして見るんだらば1と9は3を占った方がいいんじゃない で、白出て、出た場合っていうのは、8のローっていう感じになるじゃん。まあ、この2、6を新居で見た場合だよ。うん。だから4番さん教授に見るんだったら、4番さんの同一のないっていのは微妙だと思いますよ。で、言っておきますね。番ただ、4番は行、行事、自分を教授に見せたいオカに見がてますけどね。うん。ん今になって1番が、あー、4番あるかみたいな感じで。 正直4番をちょっと囲いたいのが単純に思っちゃった。あと1日目の1周目に行ったけど、4番が初週に1番と2番、両方とも新芽がない。なぜならば1番に関しては3、4の可能性があるから、それだったら2周目の1番最初の位置なんてが出ればいいじゃんって。進行論違いだけで新芽がないっていうのは正直俺村目線の発言じゃないと思ったし、でなおかつ4番さんって今8を釣りたいって言ったよね。うん。それも正直俺村目線じゃないと思うんだわ。まあ、あの、例のって、 まあ、初日にみんな精査して、偽っぽい本するけど、正直、霊能者って初日、何の色も見えてないから、他のグレーと全く同じ状態で精査をしてるから、正直、そんな状態だけで、こっちが真こっちが偽って、絶対決めつけられないんだよね。そこで4番っていうのは、俺を釣らずに、そのまま8を釣っていいっていうのが、正直、おかしすぎると思うから。俺がもらった、そんなこと絶対できないからね。うん。だ普通に4がおかしすぎるから。うん。で、対抗が強人だったから、俺は普通に4番っていうのは、自分を強靭に見せたい狼 にすすんごい見えてますね <laughs>、うん、感じかなあ,あでもう1個理由があって、7みでしょ。正直七7みして得するのは俺1番かなと思っているから。うん、あの普通に9番さんって昨日、57を怪しんでいたから全然クロス飛んでくる可能性があったから、そう神入れた。で、9番さんがもし7を噛んでるんであれば、ま安、あ、直だけど9番が7を噛んでるんであれば7集でいいんじゃないかなと。思うわざわざ5に白を打たなくていいと思っちゃったから、これは神交差になるけどね。はい。 投票を始めてください。<laughs> ありえん、俺じゃないべ。<laughs> これ求進かな。六番のプレイヤーが選ばれました。これ求進かなこれ。一二世じゃない？ 6番のプレイヤーは発言してください。さいはさい。まあ、<laughs> まあさっき120も言いたいことを言ったから、もう特に言うことがないんだけど、うん。と思うけどな。もうさっき、本当にさっき言った通りですね。だから、えどうなんだろう。俺は単純に4が怪しいと思っている。うん。 でも9の初日37老老 !7 位理由とかもやっぱり9番の方がしっかりしてると思うんだけど <laughs> だ、ね、結構みんな9番の37の、あオオカミサンナロ7ロ老があるっていう発言がおかしい、<ー>失言だってただったけど正直その失言っていうのはオオカミでもシンでもどっちでもあり得るような失言だからその盤面整理が頭の中でちゃんとできてなくてだからそれだけで真を切るってのは俺はどうかなと思ってるからん<ー>うん。な 感じですねはいまあ自分の思ってることは全部言ったね頭の皆さん頑張ってください夜が来ました目を閉じてください9シーンだカリウドは目を開けてくださいいよいよこの私の番ですは守る相手を選んでくださいお前が死んだ9番おめでとうこれ退場です昨夜死んだのは3番、ま <laughs> ま、これま、なめられてるねー。<年>やってやるよ。プレイヤーは発言してくださいしください。マッチがんなじゃあ、<laughs> マジ、<laughs> マジ締めねえ。うーんああじゃ一目線、えっと俺目線が九がロかうか今日。 なんで1は8を固くない占わないなよマジ意味わかんないんですけど、死んなら。お、これ決めたわマジ,マジほんと信じらんないんだけど、1位は。なんで固くない8占わないなの <noise>、うん、<laughs> なんで、しかも、俺、なんで3なん俺でしょ俺、パンダにするなりなんかしてよ。恐れなくまあいいや、うん。今日9番さん入れようかな。うん、まあ5番さん、えー <laughs> うん、俺見、狂人で見てるの、うん、じゃあ、ジノ見るの俺、うん。まあいいよ。 俺あ、これ未然、9、8だと思うよ、俺は。8、あ、9入れる。5番のプレイヤーは発言してください。なんで1番さんは8占わってくれないのよねえ。あなたの白先が噛まれまくってるってな。舐められてますよ、僕同様に。あなたが死んなら。ねえ。1番さん。今日4連れちゃうんじゃないだってさ、1番さんこれでさ、番1番さんってさ、絶対2、6、進9なんでしょねえ。 今もう8。あ、で、えっと、え、1支点って8黒あ、じゃ、8黒か。あ、そうか。お、そ新郎新郎ならグレーなんて噛まないよな。えこれ僕残してさ、グレーに狼がいなそうって言って、何、四4番さん、あなた狼で、えっと、14ローで、僕を利用して、 これ、新郎新郎だから、えっとー、グレイチの2クローってる9が2世だって言わせたいのかこれ。えー、っとねーいやい、ここでライン切りないじゃん。ここでライン切りはないべ。だから、94ローで4クローとか打ってるわけないから、1視点って今日絶対4釣り嫌だよね。でもそれってさ、1番さんが8最初から占えばよかったっていうことでしょねえ。 そうでしょそれで8級ローなーもうま、じゃあ一緒に負けようぜ !1! お、今日4詰めていいか <laughs> だって4ずっとおかしいじゃんなあそして、あの、どっちが狼か知らんけど、明日8巻で僕にいつさせてくんない9一ローさどうですかこれ。どうですかこれ。は、まあまま、今日は、4級ランナー。 球ランはいいっちゃおうかな48番のプレイヤーは発言してくださいいや4ずりしかないまあ自分目線の話だけどでも占いの審議に関しては分かんないここで5番さんここで黒 打つかも、打つか分かんないみたいなこと言ってたけど、94でも14でも4に黒打って次5勘で一通になるだけだからね。どっちかが。4番3って、でも自分は41狼だと思ってて。 41狼で見た理由としてはまず4番さんの1番さん偽っぽいっていう理由がわからない2番さんに対して2世っぽいっていうのは自分と一緒だったけどあそこで1番さんが占い師で出てて1を偽っぽいっていう意味がわかんないしで、4番さんって昨日クロス占いしないんだったら自分占いでしょうみたいなことを言ってたで、4番さんさっきも1に対して自分占いでしょうって言ってたけど なんであなたが村で自分占いを望んでるのかがわかんない。自分は絶対3か4どっちか、どっちかっていうか、どっちでもいいから両方同じところを占ってほしいって思ってた。で、6はなるべく釣りたくなかった。6、進,進歩すぎたから、さっきの発言。自分占ってほしいっていう発言をするわけがない村だったら4番3目線。もし4番3絶対言ったからね。 もし、クロス占いしないんだったら、自分占いしかないでしょ、みたいなこと言ってたけど、それは全くわかんないね。どんな視点から喋ってるのかがわかんないわ。村で自分占いしかないでしょ。五7クロス占い、5じゃない。七と8、クロス占いしないんだったらっ。4でしかないけど、91の審議に関しては本当にわかんないから。でも、4の1、一番最初の殴りが41に見える。 のプレイヤーは発言してくださいはい、4クロでしたえっ、ー、と、まあ、昨日の6番さんの遺言を聞いた時点で16がないなっていうことに気がついて16だった場合には1が生き残るプランでしかないのに6が1の新作業する理由が全くなかったしっていうとこですねその意味で4番さんをまあ 安心してっていう言い方はあれだけれども、4の狂人はないなと思って4を占いました。えっ、ー、と、4の黒要素っていうか、のあたりに関しては、先日言った通りかな。<laughs> ですまあその、色は見えないような発言を終始落とすっていうような形での狼プレイであったっていうところですね。で、えっ、ー、と、そうだなもう僕は辛いよ。1> 1うん、一応狼 かなとは思っています、まあ、6番かどうか、心境どちらかとかわかりませんか。で、えっ、ー、と、1番に関しては、まあ、初日に関しては置いといたとしても、2日目、8番が1番の方を真、まあ、で見るような発言をしていたからこそ、えっ、ー、と、1番っていうのは8黒を打てなかったんじゃないんですかね。っていう。 ところかな1に関して言えるのは正直 <laughs> 4に関して来る要素がこれですっていうのはあまり言えないので何ともっていうところであるんだがえっ、ー、と自分視点では昨日の6番さんの遺言の時点で16狼がないっていう進路進路がないということに気づくことができたので4番の強靭がないということを確信して4を占いました4を釣ってください1番 のプレイヤーは発言してください,ださいはい <coughs> なんで3番さん噛まれたのってちょっと正直思ってるんだけどあのねこれね言いたいことがいっぱいあって4番さんのこと「黒い黒い」っていや4番さんは昨日ね私発言しましたけど黒いっていうよりおかしいんだよ4番さんって発言がね 初日から、で、昨日に関してもなんか変なこと言ってたなあ、そう,そうそうそう。なんで僕占,いんで占わないんだよ。僕おかしい発言してるじゃんって。なんであなたそれ自分で言ってどうすんのって思ったんだけど、なんか四番さんってね、違うんだよね。九四って私、いや違う。まず九四って言うのなくて、私が昨日四番さんのことを占うみたいな、ちょっと布石あったでしょ、発言が。四番さん占うのかもしれないって。だから九番さんって四黒絶対打てないんだよ、九四だったとき。あのね、四番って占われて角黒になる可能性があるから、多分ね、 4はない。ないねえ、だから5番さんが言うようにない、98がない。8番さんのさ特にクローズとか追んのよね。しかもなんか初日にクローズ占いしなかったらなんかなんか嫌なのなんかなんかここで8とか占いたくないの正直。<laughs> 占いたくないか、3占ったら3死ぬしさ。うしいいんもう何な,なのこれ絶対やってんなよ、これね、本当、おかみ。もう本当にさ、何な,んなんのだから94の格好ってないから4番さんつったらこれね、98だった場合負けか。 ああ、負けな、もう嫌だ、本当に。いやいやいや、あと、地上をどうするか、進路進路。4番さんにめちゃくちゃ違う。5番さん、昨日言ってること分かって、5番さん、彼の分かるの。4番さんのその強靭っぽく見えてるのは、私も分かるんです。分かるから、なんか、5番さんが4番さんのこと強靭っぽいって言ってるのに、4の統率占いをさせようとしてるのが、ちょっと私、気に食わなかったから、6番さんに。6番さん、その3か、だからさ、さ,さあ3番に、私、昨日言ったのに特に印象がないって、だから3番さん、占って、 ああもうこれもうほんとダメだこれ負けだ98だったら負けですねはいえ今日9番さんいって9番さんいって私たが死んだの私たっベッキーが死んだだから8村に見えてるから8が村に見えてるのねだから4で強授落ちるよ多分 <laughs> ありえんオラじゃないべで8村でしょ8村であれでしょ 明日八回でしょ。四番のプレイヤーが選ばれました。オーケー、オーケー、オーケー、オーケー。おほら、これ八村だよ。四番のプレイヤーは発言してください。さいなんで俺なのよ。うん、俺だったら最初占ってよ。マジで。うん、しかも終わってないしさ。八九じゃないんか。オー,ーオ,ーーオーケー、オーケー、オーケー。じゃ八白？うん。いや、五番のいや五番白出てるから隠し白やから。うん。 俺目線1えー、えー、一心なんだけどうわーあーこれいつポ人になるのかなまあ普通に9番が4釣れたからって言って締めとって勝っちゃうのかないや分からないうなもう任せる頑張っていやここからは本番だろう夜ました4番が人外なら分かったからてない狩人は目を開けてください、はい 共に戦うぞ、ハチほれほれほれおれほれ,おれや今日はお前を守るいつは僕だけで十分だハチ勝手に死んでくれ貴様などいらんさくやは誰も死にませんいいねーそんなにミスりしてる ?9 番のプレイヤーは発言してください。<laughs> 遅いぞ、結果。結果遅いぞ。はい、まあ一応クロです。9クロ。 うーんとー、正直もうあんまり喋ることはなくて、まあ、4つってくれてありがとうございますっていうことと、1? <laughs> いやー、これさ、だってさ、94ローロー、62神経でさ、1番がさ、4, 4, 4釣られてるのか。もういいよな、1で。<laughs> 1> あまあ、それも9を占えばわかるのか。はい。いや、今は1 1番8占えの当然。これは当然。 8は絶対占いちなみ狼。8、白なんだから。で、2、6、新境でした。5番さん、占ったのは、本当にミスプレイ。まあ、最初にミスプレイもしてるんであれですが。えーと、あんまり喋ることないので、もし5番さん、8番さんから質問があれば、決戦になった場合には答えます。1番のプレイヤーは、 発言してください,、はい。なんかあれね、私が完全にこれやられてるから、9番さん余裕ね。もう私1日目はさ、これ完全に私の方が死命バチクしとってたの。なんか悔しいわ、完全に死命バレて。私が死んだからね、本当に。これなんで5番さん噛まれてないの意味わかんないんだけど、本当に。もうね、ちょっと待って。あたりさ、マジで何この状況、わかんないんだけど。<laughs> なんかいつ塗ってんのと違う、これ。<laughs> 全然違うんだけど。やりづらい、すごく。 うん、ただ98ないでしょ。違う、8番差占う必要性なくて、昨日。もう98だったら終わりだからね。終わりだから、あともう8番差占いたくないの、正直。<laughs> まあ私が初日8占わないって言ったから、なんか貫きたくて、もう9黒。98はないでしょ ?98 だったらもう PP だから終わってる。うん、昨日の時点でもう終わってます。うん、もうあの、4が釣られて終わりだから、4つられた時点で私8を占う理由はないです、うん、正直ね。うん うんないね、ってなるとよてなると例えば地上さしたかてして霊能に振動いて振動振動で4番さんが強人だったっていう線、うん、5番さんが合ってたっていう可能性が高いの、うん、ねこれもう何これ私何を,何を言えばいいのここであと。うん <laughs> 9番さん、今日は占いの決め打ちですね。悪いけど1だわ。58白,だだ58白角だから。悪いけど1だわ。だって振動振動で37神不明すぎるもう91、偽っぽいなっていう方を釣ってください。釣ってください。もういいよ。もうこれ今日で終わりだから。はい。私の方が多分、後半はね、これ私が完全に押された。やられたから、これ。9番の狼に。だからね、もうこれ正直、負けたかな、今回はって思ってます。はい。 あー9番さん初日出現したのにさもう私さ絶対これ新名取れたわって絶対村勝てたと思ったのに悔しいんだけどマジで本当に9番さんなかなかやるねまあっぱれですあっぱれもういいもう96か92じゃないのもう分からん5番のプレイヤーは発言してくださいいや1番さん盤面整理してくれよ 6九一択でしょ1視点ってさ6番と9番が狼でしかないでしょだって2白なんだよ6番ってだから2番さんが狼はないじゃんだから2九ローはないじゃんだから6級ローでしかないでしょ で僕占い師新郎新郎で9番さんがオオカミの時に3と7は噛めないと思うよ1視点って96オオカミ確定だからね新郎新郎盤面で3神7神は強人噛むムーブでしょで9番さん4殺してて4番さんは明日頑張ってくださいって言うから1視点って4番さんでも今の4番さんの遺言からして確実に偽じゃんだからムーブ動きもねだから1視点は69ロールを4強しか成立しなくないねえでしょだから 9番さんが、えっと、初日に7番さんを噛んで3番さんを噛んで的確に強人に苦労を打った新郎新郎ならもううますぎないかうますぎかもうオオカミだったらなだから9番はオオカミじゃないって1番がオオカミですこれは。 9番の3七郎と最初ねあの盤面上ありえない3七郎を追ってしまったのは失言だったかもしれないけど、まあ、巻き返したかなと思いますね。9番さんは7番さんクロス占い正直してほしかったけど7番さん神は9番さんにとってお得な神先ではないと思うし9番さんが狼オの時にね。であの僕が割と1番さんこれパッションのシーンだろっていう風な発言をしてたから僕が最後まで残されちゃったのかなって思いますね。 8番さんが8番さん視点ってえっと4番さんが狼だよね8視点ってもう絶対今日1だよねだから僕噛んだら1って死ぬよねだから僕生きちゃったのかなって思いますよ3番さんが噛まれた日は分かんない単純に僕がミスりしたのか僕をエンターテインメント枠として残したのか知らんが今日は1番に投票します9番が狼オだったらお見事1番さんを暗殺する8番のプレイヤーは 発言してくださいいや4級オオカミも十分にあると思うんだけどなうまかったらでも本当にどっちか分かんないけどうまいと思うオオカミ4級ロー4番さんでも6番さんがオオカミだとは思ってない自分が考えるのは4級か41オオカミ6がオオカミだったら まあ言ったけど、2>, そう2が狂人かもしれない中で霊能しよう、例の使用四4が2を叩いてて、4が真かもしれない中で、6が出る必要がないから、6、2に関しては真狂、で、4狼確定で、4九もあるって言ったのは、ここでたとえ4が、もし4九狼で1が4占って、角黒になったところで、4つって、 豪勘で占いの真偽になるだけだから。だから別に9番、4級狼で4に黒を打つことは全然にできる。ただ1番さんがさっき言ったように2級狼っていうのは絶対いない。で、地神とかも絶対ないから、地神の考察をしてる時点で自分は1番さんが偽だと思ってる。うん、そして4番さんが狼きて点で考えると、やっぱり4番さんが1番さんに最初、 1>, 1日目の1週目の最初の発言で1、2が偽世っぽい、2を偽世っぽいっていうのは分かるけど、1を偽世っぽいっていう理由が全然分からないことから、で殴れてるっていうことから1、4狼なのかなっていうふうに思ってます。なので、まあ、ここで弁明聞いたとしても、もう、まあ、1位って9、4狼だったらうまいなっていうふうに思ってます。 一応狼でも一番さ、うまいな、うまかったなって思ってますね。投票を始めてください。はい、一です。はははは九四郎はあるわ。ある。九四郎はあるわ。そして漏れてた。だが違う。私じゃありません。ぶち殺していくやるかの間違いです一、ぶち殺していくやめて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 のプレイヤーが選ばれました。あー ゲーム終了。ああ、よかったーあー。ああ、温泉入った時の声出た。<laughs> ああ、よかった。ありがとうございました。というわけでね。今回一四六六六強陣でしたね。 えーっとやっぱニワンさん死んだよな、ニワさん死に見えたもんな、初日6を落としたかったけどね、でも6番さん、まあ、普通に死んでたね、ロラでね、うん、6から、6からつっても2からつっても変わらなかったけど、6番さんなんか、でも9番さんの初日はマジで2坂かたと思ったから、ね、1番さん逆転した時、9番さん巻き返したなっていう印象が強いね、巻き返したなって思いました、9番さんは。初日37ロー打っちゃったからね、9って。 22なのにねやばかったと思ったけど新郎新郎追ってる僕を味方にしたかったっての言ってましたねで5占い9からの5占い痛かったなーでもしょ,しょうがないよ初日9番さん3 7ローって1番さん真に見えたもんあざ笑い真にだからそういう風に言ったけどまあ占っちゃったんだったらまあしゃあないですうんでも7 8白8番が村に見えたもんね 初日はあれだけど2日目3日目とまだ村に見えてきてて3番さんで狩人を感じた9番さんの意見も分かっちゃったから4番さんが狂人に見えたんだよね4番さんが狂人に見えたし6番さんは一時的に大りがあると思っちゃったからちょっとこの辺がごっちゃになっちゃったけど4番さんねえに狂ったのはよかったねキュさんしっかり4番さん見つけてくれてよかったというわけで今回は14ロール6狂人ナイスよかったらチャンネル登録高評価ぜひお願いします じい